こんにちは育休後コンサルタントの山口理恵です今日はですね仕事を辞めたいなと思ったことのあるママに仕事を続けて良かったことについて5つお話ししたいと思いますこれは最近ですねいろいろな企業のセミナーで、えー、仕事と育児を両立して 何年か経った方から聞いたお話なので最近のお話だと思って聞いてくださいねまずですね五つのポイントのうちの一つ目は精神的経済的な自立です人生のどんなステージにおいても子供の親としてではなくて一人の自立した大人として見てもらえるそのために仕事を続けているということが非常に良かったよということですね そしてパートナーが働けなくなったりシングルになったりしても例えばそのパートナーが働けなくなるっていうのはねパートナーの病気になったりとかすることもあるでしょうしシングルになるというのはもしかすると離婚するかもしれないしそういう可能性もありますよね。でそういういいいことととになったとしててもも自分と子供がが食べけけるだけの収入がいつもあれば 何かあった時に落ち着いて考えることができるし選択肢もいろいろ選べると思います例えば離婚の危機に陥った時にも自分と子供は自分はとりあえず食べて食べさせていけるぞと思えば離婚してもいいししなくてもいいで、これがもし相手の経済力に依存するような 状況であるるとと離婚すると生活ししてていけなくなくってしまう自分がもしシングルマザーで子供を引き取った時にも仕事をしていないもしくは自分と子供が食べられるだけの収入がないとそれを選びにくくなってしまいますよね。で世の中日本ではシングルマザーの貧困というのは非常に大きな問題になっていますので、えー、そういうことに陥ってしまう。 危険性があります。そういう点で仕事がきちんとあって、それがさ,さらにね、自分と子供2人、もしくは3人、なんとか暮らしていけるだけの収入があれば、どんなことがあっても心配しなくてもいい。その安心感で何かが起きる前からもね、落ち着いて生活ができる、生きていけるということがあるかと思います。これ結構大きいですよね。はい、2つ目はですね、自己実現の場があるということです。で、職場にも家庭にも自分の居場所、 があるということでどちらかで嫌なことがあってもどちらかでいいことがあってバランスが取れたりしますこれ結構たくさんの人が言ってますね私もすごい経験しましたあとはですねやっぱり人間的に成長できるということですかね仕事をしているとで育児やね家事であの学んだことが仕事に生かすことができますし、えー、そういったことは非常に大きいかなと思います逆に仕事で学んだことをね育児家事に生かすこともできますよねでそして仕事っていうのはその自分がや やりりたいいいことばかかでではななじゃないですかもちろんねやりたいことを仕事にできればいいんだけれども中にはやっぱり役割としてこれはどうしてもやんなくちゃいけないことがあるでもそういったことをやってみることで自分からはきっとやらないだろうなだけどやらざるを得なくてやったで意外とできた意外と好きだというそういう発見もありますよねだから仕事の中でそういうふうに望まないけどやったことが自分の糧になってそれが成長につながるというのは非常に大きいあの仕事を続けていていいことかなと思います。 あとはですねあの自己実現の場所があるっってさっき言いましたよね。でね、で自己実現の場所がもしなかったらどうでしょうかで自分がああいうこともしたいこういうこともしたいだけどそれを表す場がない自分がどんなに努力してもそれを認められる場所がなかったとするともしかするとですね子供を自己実現の対象にしてししてまうかもしれないんですね。例えば子供の勉強について熱が入りすぎてしまったり子供のスポーツだったりとかですね習い事だったりいろいろなことに についてえ自分の努力を子供の成果で、えー、見せようとしてしまうそうすると子供が望んでいなくてもこの子をいい学校に入れたいそれもしくはスポーツでいい成績を上げさせたい音楽の技術を向上させたいとかですね子供の成果イコール自分の評価になってしまうと子供は自分の思うようにはいかないこともあるじゃないですかそうするとストレスになったりとかねもしくは子供が親のことを考えて言う通りにした時に大きく なってからね本当は自分がやりたいことではなかったと気づいた時に自分を責めるし親も責めるでしょうねでそういった不幸なことになりかねないということです子供を自己実現の対象にしてしまうとねだから親は親ははとととととしてて自分を表現すするる場所がきちんとああっいいいうここ非常に良いことだと思いますあのやっぱりね自分の意思と努力次第で、えー、自分の成果がねあの評価されるそういう世界っていうのを持っとくっていうのはとてもいいかなと思いますししかもそのことで社 社会に貢献していると感じることができますよね自分の労働の対価をお金でもらった時にまあその労働の価値とねお金っていうのが必ずしもリンクしないこともありますけれどもでも何かしらお金をもらうことでえー、それはやっぱり役に立ったというふうに思うことができますよねでそれは大事なことなんじゃないかなと思いますそしてもう一つはねあのまあ、実自己実現の場所があるというところのもう一つはですね育児はいつか終わってしまうということなんですで私よく いろんなところで話しているのはあの子育ての目的って何ですかっていうことをね皆さんに問いかけていてそれはねその子供を自分に依存するようにすることじゃないですよね子供が自立して一人で生きていけるようにすることですよねそうすると子育てのゴールっていうのは子供が親を必要としなくなることですで、それが例えば18歳だったり20歳だったり、えー、あの高等教育終わった時点だったり就職のタイミングだったりするかもしれませんけれどもそのタイミングで子供を手放すことになるでその まあ、あとはですね、子育てに自分はの時間を使ったりしないそうすると育児が終わった時にあこれであの育児が終わったって言った時に私に何が残っているのという状況になるのは自分としても非常に不幸ですねだってそこからね子供がね例えば20代で自立したとしますよねで自分が50代だったとしますよね人生100年ですからね今は皆さんはたい100歳ぐらいまで生きるかもしれないだとするとあと半分あるんです ですよ人生でその時にその自分が30代から50代までのだいたい20年間を、えー、自分のあの成長に何も使わずに過ごしてしまうと50代からもちろん成長できるけどそこの20年間結構大きいですよねですからぜひね子育てもしながら自分自身の自己実現の場もキープするそういう意味で仕事を続けるということには非常に意味があると思いますで3つ目はですね、えー、パートナーと対等な関係になれるという いうことですでもちろんですね仕事をしていてもしていなくてもパートナーと対等な関係が持てるっていうのはあの当たり前のことなんですけれどもでもやはり自分は育児中心育児家事中心でパートナーは仕事中心となると分業みたいになっちゃってなんかそのそこにあまり協力っていうことが生まれなくなってしまうそしてパートナーは収入をたくさん得てくる私は収入がほとんどないとなるとやっぱり収入がある人の方が価値があるみたいなそういう言い 感じになりやすすいですよね。実際には違うんだけれども家事や育児はアンペイドワークでワークとしての価値は非常に高いんだけれどもあの収入ががなないといいいいととうことで、え片身の狭い思いをししちになってしまいます。そういう意味で自分もですね仕事で収入を得ていればパートナーと育児も家事も協力体制がとりやすいですし協力する中で話し合いとかぶつかりとかがあるのでえそれでよりそのパートナーとねあの強い絆ができたりすると思います。そしてね、あの自分が女性 でパートナーの男性はともすると仕事ばかりをやっていると子育てに携われなくなってしまう子育てに携わる時間子供と一緒に過ごす時間が少なくなってしまうっていうのは自分がメインで仕事をしなきゃいけないから。 どうしても仕事中心になるから子育てより仕事というふうな価値観に夫婦ともどもなってしまいがちですよねだけど夫婦でどっちも働いてどっちも子育てとなると二人とも子育てに関われるし仕事にも携われるで子供との関わりがパートナーが多くなってくるのでパートナーと子供の絆というのも強くなってきますよねで子供が両方の親と強い絆を持つということは子供の成長にも非常にプラスになると思いますですからパートナーに子育ての、えー、チャンスを 自分と同じだけ持ってもらうという意味でも自分が仕事をするということは非常にプラスになるのではないかなというふうに思いますで、4番目はですね育児の選択肢が増えるということがあの結構いろんな方がおっしゃっていますどういうことかっていうとね仕事でいろいろな人を見ますよねお友達としてはこの人とは付き合わないという人でも仕事の関係ではあったりします例えば同僚もそうですね同じ会社の人上司だとか部下だとかもそうですけれども取引先の人とか 同業者とかあとお客様とかねいろいろな人と仕事で接すると思うんですそうするといろんな人を見るいろんな人の人生を見る生き方を見るということですねそうなった時にそのいろんな選択肢自分とは違う仕事の人自分とは違う考え方の人自分とは違う生き方の人も見るので自分の子供が将来自分とは違う生き方を選ぶ時にそういういろんな人を見てるとああそういえばあの人もそういうタイプの仕事をしているなというようにあの。 何らかイメージが湧きますよねそうするとその自分の仕事しか知らない自分の家族の仕事しか知らない時よりも子供がいろいろな選択をした時の許容範囲が広がるということがあるんじゃないかと思うんですですから子育ての選択肢を広げるという意味でも仕事をしていてたくさんの人に会うということはプラスになるんじゃないかと思いますそして最後5番目ですね子供の価値観が多様になるというところがあるかと思いますで、子供がですねあの両親が働 働いていると保育園に行ったりもしますしそれからと学童保育にも行くでしょうねそれからもしかするとシッターさんやいろいろな大人に 見てもらうあの面倒を見てもらうことが増えると思います親のね一人が子育てにメインで関わるよりはいろんな大人に関わってもらうことが増えるおじいちゃんおばあちゃんも含めてねそうすると子供がいろいろな多様な価値観を学ぶ機会が増えるということですいつも同じ大人にだけ母親とか父親とか一人の人まあ二人でもいいんですけど同じ大人にばっかり接しているとどうしてもそこからの影響が大きくなりますよねだけど違う大人とも接しているとそれだけ 子供もいろいろなことをたくさんのことを学んでくれると思います多様性を学んでくれると思いますねですから多様な価値観に触れるということでプラスになるそしてあと大人にね子供が大人を見た親を見た時に例えばお母さんを見た時にお母さんは、えー、自分の親であってであのお父さんのパートナーであってそして働き手でもある一人の大人はいろいろな役割を果たしているお父さんも同じですよねお父さんは親であってお母さんのパートナーでありそして働き手でもあると そういう大人がいろいろな面を持つということを小さい時から目にしていれば自分が大人になった時のイメージもそういったことが自然に学べるんじゃないかと思うんですね。ですからあのそれは子供にとってキャリア教育の一つ自分が大人になっていく時にどういう風なライフそしてワークをやっていくのかっていう時にまず最初に一番身近でイメージできるのが親の姿ですね。で親が自然な形で仕事を 家事をし、子育てをし、周囲の人と付き合いっていうのを見ているその姿をあのお手本にして、その子供が将来どうなっていくかを考えると思いますですから、親がいろいろな顔を持つ、いろいろな役割を一人の人間の中で果たしているという姿を見せていくのは、非常に子供にとってプラスになるかなと思いますはい今日はですね、あの仕事を辞めたい人に対して仕事を続けてこんなことが良かったよということをご紹介しました全部でね5つありましたね 1つ目は精神的経済的な自立2つ目は自己実現の場所があるということで3つ目はですね、えー、パートナーと対等な関係になれるということ4つ目は育児の選択肢が増えるということ5つ目は子供の価値観が多様になるということです以上ですね、えー、仕事を辞めようかなってちょっと考えた時にこういったいいこともあるということも一緒に考えてよく考えて決断をしていただければと思います はい、このチャンネルはですね、仕事と育児の両立にお役立ちの動画を配信しています。新しい動画が出た時にすぐお知らせができるので、ぜひチャンネル登録をしていただければと思います。